はい、どうもゆうがです。ゆうがです。今日の企画は何ですか？潮干狩りです。潮干狩り、潮干狩りは得意？得意じゃないけど、魚を取るのが得意。魚を取るのが得意。早速取ったの？うん、はい。何これ？実は魚。お母さんが上手なの、取るの？そう。じゃあちょっとお母さんに取り方教えてもらうか。お母さん。おばあちゃんだね。この人あの潮干狩りの天才で、これで生活してるようなもんだからね。どんなところにいるの？さや。リスとかあるとこ。やばい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 。はい、しゃがないで。しゃがな？本当だ。すごい手で触ってる。ちっかいしゃがな。あーやばい、かわいそう。ちっこいから泳がしてあげて。今日はライバルは100人ぐらいか、さや。このライバルの中で一番うまいのがこのさや。ちょっと遅れてきたんだけど、早速。このでっかいのが琉球アサリ。このでっかいのがレア。おいしい。レア。もうこれが美味しい。これが美味しいらしい。サドが大好きね。めったにいない。いるんじゃない。もう掘って掘って掘りまくるみたいな感じ。うん。早くも帰れたサドだ。ライバルがいっぱいすぎだな。赤貝探してる。赤貝？赤い貝？うわー、なんか見て、エロいな。見て。これが赤貝？赤貝出さずよ。ふわふわしてるな。ちばかいた。あー。サーヤの後ろ姿。たくましい。なんか超ダサいな、お母さんね。あー。一生懸命な。一生懸命だな。お、これが、あれ？赤貝？もうさっきより増えてるね。さっきあっち仕掛けたけどさ、いっぱい取ってたよ。赤貝、赤貝、赤貝取った。はい、ヒョガ。なんかいいな、それだったら。ちょっと俺もやってみるか。どこが行くか。砂があるところがいいの、さや。こんなところにでもいる。俺が、お、これ？これ違う。これ違う。あっち、なんか音が聞こえるか。うん。あっちの相手がなんか。おー、いた。すげえ。名前書いてあるね。早速取りました。俺が取ったんだよ、ヒョガ。いいとこ取りすんなよ。あ、いいね、これが。赤貝。赤貝。パッキーが取った赤貝。すげえ。いる、赤。どうもー。タツケチですよ。潮干狩り来てますね。うん、潮干狩り来て、うれ。もう歪んでるよ、グラグラしてるよ。今日サヤと一緒に撮ろうね。はい。早速もう見つけたからさ。うん、赤貝早速見つけましたね。うん。ほら、もうすぐ掘ったらすぐ出てくる。うん。これもプロだから。サヤ、お店出たよ。ほら。ほら。普通はこんなって簡単に見つからないよ。うれうれ、ヒューガ。ちゃんと撮ってる。はい、じゃあ、お店誰か。本当か？まあ、お店誰か
カメラするのも大切な仕事ですから。おお、はい、いました。はい、赤貝。赤貝発見しました。はい。いました。これがアサリね。アサリ。タスキ、お魚探そうって言ったらさ、大きいところ見てもいなかった。うん。コスはなかなか見つけないけど。疲れてるんですかね。ブラ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 するね。カメラマンは初心者だからな、ヒューガな。みんなにごめんねって言っとかんと。ごめんねーって。うん、泣くそうだけど一生懸命頑張ってまーすって言って。おー、すごい。あ、これは、あ、すごい。何センチくらい大きいかな。変わってみるとね、これはよ、大体6センチだ。タスキー、ハマった。ハマるな、これな。ハマる。いっぱい取れるとハマる。これはマジで見つけたら、動画で撮る。また、気持ちいい。おるおる、琉球アサリいた。カチカチカチって音がする。この、じゃあこの音が、水入れないでも持ってきた。この音が聞こえたら、あとバケツ持ってきた。こうなっているさ、取っていくよ。サダの、サイドのバケツ。こっちにやって、この音が聞こえたら、そうそう。琉球アサリだよっていうこと。この音したら、ヒューがちゃんと取ってる。ヒュー、どこ取ってるの。なんてか、タスキーのこのアサリ。あ、取ってる。全然すごい。こっち見たらアサリが飛んでくる。神様はお届け物かな。うん。いやでも石の音もちょっと似てるけど。うん。来た。でも今で何分ぐらいで。まだ30分も経ってないな。30分経ってないけど、ちょっと中間発表してくるか。行くぞ。結構取れてますね。うん、さっきと比べたら。はい、行って。今も行って。待って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 。はい、どの音。はい、おー、鳥が吹いろ。なかったらどうする。なかったらセーフ。あれ、だんだん、あった。おお、じゃあ見してみ。はい、見つけた。はい、あ、すごい。おお、これが。はい、はい、見つけた。アサリ。これすごい入ってるんじゃない？これ。すごい。こっちもっといる。あれ、はい、すごいね。この音で見分けるっていうところがもうプロっぽいね。干潮が2時間ぐらいで終わる。満ちてきてるね。干潮は2時間ぐらいだから、この2時間でどれだけいっぱいホリホリできるか。じゃあちょっと掘っていきます。1時間だったらもういっぱいになるな。じゃあラストスパート行きましょう、ね。場所はちょっと教えたくないから、この風景見せるから。捕まえたい場所。何の場所。こっちの場所。え、場所はこっち。場所ここだ。場所はここだけど、わかる。ねえ、場所ここだ。撮ってるのだけ撮っていいですか。すごいっすね。もう赤貝狙いです。赤貝ばっかり。いろんなのも欲しくないな、この。すごいね、多い。あれもほら、こう赤貝マスター貝勝ちに。この辺これはもうあんまり撮ってないところ。貝にブツブツがあったら病気らしい。これは立ってない。
だだだ。みんなに見せてあげないと。違う、いっぱいいるよ。なんで？わかりやすいのがいいよ。こういう感じのはもうなんか腐ってる。てかもう気持ち悪いのは取らない方がいいって感じ。そうそう。気持ち悪いのはぬるぬるしてるのとかはもう取らない方がいいね。さすが勉強になりますね。すごい。最初と比べたらもう満ちてるよ。これが沖縄の道だな。帰ります。はい、チャンネル登録よろしくね。してさや。